はい、おやした、私は広島県三原市の三瓶商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。瀬戸内ベースチャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。今日はですね、ここ前回もちょっと、開封動画じゃないですが箱から出す動画を撮ったこの、ベータ RR250 なんですが、広島県福山市のエンデューロを練習するコースを借りているところへちょっと来ました。で、今日初めて乗ります。先ほどちょっと、奈良市で乗ったのでちょっと汚れてるんですが、これからあのエンデューロに近いようなトライアルに近いような、コースを走ってちょっとどんなもんかなと試してみたいと思います。で、一番気になってるのはやっぱこの車高の高さで、私はトライアルをずっとやっていたので車高がすごい低いオートバイに慣れてまして、その辺は意識的にもう全く変えていかないと本当に危ないというかうまく走れないと思うので、ちょっとその辺も意識しながら走りたいと思います。今ですね、実はこの後ろに上福さんの新田さん前YouTube 出ていただいて一緒にいるんですが、ちょっと下げました。リアサス のバネを緩めて後ろが多分2センチぐらいでも2センチぐらいなんですけど、でフロントフォークはこのトップブリッジの突き出しを1センチぐらい出して少しは下がったんですが、これでもまだまだ高いので、これからちょっといろんな工夫をして車高を下げたり自分用にセッティングしていきたいと思います。はい、じゃあこれから乗ってきます。頑張るぞ。おはい、ここからナレーションでちょっと話をしたいと思うんですが、これ上福良明夫さんですね。私トライアルの時に大変お世話になった方なんですけど、トライアルで全日本のトップライダーを何年も走られて、それは二十何年前の話なんですけど、最近ここ何年かでエンデューロに転向されてもういきなり全日本のトップライダーまで行かれた人ですね。私もちょっと奈良市とはいえちょっと高回転が結構回るんで楽しくてアクセル開けてますけどいいんだろうかって感じですね、奈良市なのに。トライアル車と違って結構回転数上がるんで普通に走るのは楽しいですね。ちょっとだんだん難しいとこ走ってみようかなと思ってチャレンジしています。体とバイクがバラバラですね。そうそう、足つき性やっぱりしんどそうですけど、エンデューロって当たり前のことなんですけどトライアルと違って足ついてもいいしバックしてもいいんです。どうも足つくのにすごい違和感があるんですよね。はい、上岡さんまた難しいコース行ってますけど上手に足をついてオートバイを前に進めていきます、結構こう見るとトライアルと違ってアクセルを開けてタイヤを空転させながら前に進む感じなんですね。引っかかってますね。これなんかもトライアル車だと何の問題もなく引っかかったとしてもすぐクリアできるのに、今聞いてますね、どうやったらいいんですか言ってただ押してくださいって、あ、押せばいいのかという感じでクリアできましたが、なかなかその感覚エンジンの回転の感覚と車重とサスの違いでちょっとしたところでつまずいてしまうんですね。ああ、今もうアクセルターンして向かようと思ったら回りすぎて下向いてもう途中でやめました。ここもそうなんですけど、これ足がおっとって感じでとにかく足つき性が悪いですね。今上倉さんの走り私ずっと見てますが、もう17、18の頃まさにトライアル車でこんな状態でした。もう走ってるのを見て技を盗んでこう練習するみたいな、ほんと懐かしい感覚ですねこれ。うまいことクリアしました。で、次の難所でまた引っかかってますね。なかなかキャンバーなので加速するのが難しくて、エンジンがトライアル車に比べてピーキーなので、どの回転で走るかっていう、どの回転だと滑らないのかっていうのがまだちょっと体は覚えてないので、
んまりアクセル開けれないんですよね。ここもそうです。こんなのほんと簡単にクリアできるはずなのに何なんだろうな、うん、なんとかクリアしてまたターンしながら登っていきます。もうやけんなのはい、ちょっと上着を脱いでチャレンジ。キャンバーもうまくクリアして、足ついてクリアして、ここもアクセルターンがうまくできないのでちょっとフロントホップのような感じで向きを変えます。ダメですね。この加速もやっぱり回転数がわからないんですよね。トルクで行くのか馬力で行くのかみたいなところですね。ここからはちょっと森の中に入ってちょっとトライアル的な走りですが、とにかく足がつけない、足がつけないもうやけになってますねまだで木を回り込んで、ここから水が流れてるヌタヌタのところを上がっていくんですが、ここに根っこが横切ってまして、そこで引っかかってますね。まあこのベータはセルがついてるので何回演奏しても大丈夫なので、あのそこはかなり楽ですね。あれ X でももうちょっと両タイヤで行くんですか。うん、今言われてるのはタイヤが、私あのノーマルでついてたタイヤなので、どっちかっていうとモトクロス用のタイヤがついてるみたいなので、まあこういうとこではかなりグリップ悪いだろうっていうことなんですが、私あんまりタイヤわからないんで、あ、ここですね、ここですね、滑って上がってません。ちょいちょ、今のわって言ったけど、わ今のあの擬音ですけど、こう業界用語でワンじゃなくてワンだよっていう、 0. 何秒もうちょっとアクセル当てとかないとダメよっていう感じで上がれましたね。ちょっとこけましたけど、あのアクセルをもうちょっと 0. 何秒多く開けとくことによってこうクリアできるっていうのは、こうトライアルとかエンデュロもそうなのかもしれないですけど、すごい重要なところなので、あのああいう伝え方をしたりしますね面白い業界用語ですね。うーんとかわーんとかだいたいそういう感じで言いますね。うん、もうこの辺は足ついてどんどん上がっていくという走り方ですね。もう再度チャレンジしてますが、もう鼻から足ついていこうと思って、足を投げ出して、右ついたり左ついたりしていってます。ここはちょっとラインが難しいところなんですが、右にツルがあるんですが、あれが気になって、よいしょ、上がった、上がったんですが、これツルがまさにステップに全部引っかかってしまって、これ無理に行くと多分こけたりするのでちょっと降りましたけど、でもこれエンデューロの大会とかだったら自分でやっぱりこういうのも判断して外していかないといけないんですよね。なかなか難しいですね。またこけてますが、はい、こんな感じでちょっと半日ぐらいだったかな、走らせてもらいました。不安がいっぱいですが、もっとオートバイに慣れてエンジンに慣れていくと、もうちょっとうまく走れるようになるんじゃないかなと思います。なかなかエンデューロ面白いかもしれないですね。ただこのシート高だけは未だに理解できてませんはい、ということで、動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ハーレーネタ、エンデューロネタ、ガレージネタ、いろいろやっていきたいと思いますので、皆さんもしよろしければチャンネル登録か、グッドボタンで応援していただければと思います。はい、最後までありがとうございました。